エカテリンブルク、エカテリンブルク、ラテン、文字表記、エカテリンブルグ、または、ジャッケ・タインバーグは、ロシア連邦の中央部に位置する大都市、スベルドロフスク州の州都、エカテリンブルクと表記されることもある。1924年から1991年までは、革命家のスベルドロフを記念して、スベルドロフスク、スベルドルフスク、と呼ばれていたが、現在は救命に戻された。 なお、州の名称は、現在もスベルドロフスク州となっている。ウラル山脈中部の東側、アジア側斜面に位置し、伊勢地川が流れる。4 0キロメートル西には、ヨーロッパとアジアの境界線が走っている。ウラル地域の工業、文化、教育の中心地で、交通の要衝でもある。ウラル連邦管区の本部が置かれ、高等教育機関、博物館、 劇場なども多数ある。人口は2002年全ロシア国勢調査では129万3537人で、1989年ソ連国勢調査での136万4621人から減少していたが、近年は増加し2017年には145万5904人となっている。ロシア国内では、ノボシビルスクに次ぐ4番目に、 人口の多い都市となり、ウラルの首都といわれ発展著しい都市である。11世紀頃から、ノブゴロド共和国の商人が毛川交易のために、この地方を訪れていたが、ウラル地方をコサックが征服した16世紀末頃から、この周辺での鉱工業開発が始まった。1723年、ピョートル一世によって、ウラル地方のペルミへ派遣された、政治家、バシーリー・タチシチェフ。 ビジリー・タタスチャールが豊かな工業資源を用いるべく工場町エカテリンブルクを建設した。町の名はピョートル一世の妻エカチェリーナ一世にちなむ。町の建設された日は公式には1723年11月18日とされている。エカテリンブルクはロシア有数の産業家デミドフ家による投資によって工業都市として急速に成長し、18世紀には ロシア有数の金属工業の中心となった、ロシア最初期の蒸気機関車が製造された町でもある。ロシア革命に際し、皇帝ニコライ二世は、妻主と共にこの地に送られ、1918年7月17日に、一波チェフ艦、一波 TF 艦ともで一家諸とも銃殺された。処刑の舞台となった、一波チェフ艦は1977年。 当時スベルドロフスク州の共産党委員会第一、初期だったボリス・エリツィンの命令で破壊された。その跡地には2003年に、が建てられている。1924年、エカテリンブルクは、ヤーコフ・スベルドロフを記念して、スベルドロフスクと改名された。ヨシフ・スターリン時代の重工業に傾斜した、生産計画により、スベルドロフスクには大工場を次々に建った。 ヨーロッパ最大の重機工場となったウラルマーシュ、ロルマッシュもこの時期に創業している。独祖戦、大祖国戦争が始まると、モスクワやレニングラードなど、ドイツ軍の猛攻にさらされたヨーロッパ・ロシアの大都市から様々な組織がスベルドロフスクに避難した。軍事工場や研究所、さらにはエルミタージュ美術館の所蔵品までが疎開していた。 戦後の1945年10月には、美術品は、レニングラードへ戻ったが、工場や研究所の多くはそのままスベルドロフスク、残された。戦中から戦後にかけては、ドイツ軍捕虜の収容所も建てられ、捕虜たちは強制労働に従事させられた。1960年代には、工場労働者のための5階建てプレハブアパートが、無数に建設され、今日でも、市民の多くが住んでいる。 冷戦期におけるスベルドロフスク州での事件にはフランシス・ゲイリー・パワーズ大意のノル・ユマイナスに偵察機が撃墜された1960年のユーマイナスに撃墜事件がある。また1979年の4から5月にかけ人為的ミスによる炭素銀の漏出事件が発生した。この事件で周辺住民96名が感染、うち66名が死亡している。 事件当時のソ連政府衛生局の発表によると原因は腐った食肉の販売だったが西側の情報機関は当初から生物兵器を扱う軍事施設から漏れ出した金によるものではないかと推測していた。カナちゃんアリベコフ、キャナティンアラベコブ、ケンアリベック博士のソ連生物兵器計画に関する著書バイオハザード1999年もこうした見方に 裏付けを与えている。1992年、ロシア連邦のエリチン大統領は、原因を、軍の炭素菌による、バイオハザード、生物学的危害であったことを公的に認めた。1994年には、アメリカの研究者グループが様々な調査結果をもとに、スベルドロフスク19軍事施設からの、炭素菌漏出によるものと結論した。エッカテリンブルクは、 モスクワから 1667km 東に離れている。ウラル山脈の東斜面にあり、周囲は新葉樹林、大河や大小の故障に囲まれている。冬は11月から4月半ばまで続く。川や湖は凍結し、1月の平均気温はマイナス12.6度とシベリア東部に比べると温和であるものの、気温はマイナス20から低く、摂氏25度に、 寒い場合はマイナス30から低接し40度程度まで落ち込むなど寒さは厳しく雪も非常に多く積雪は70センチメートルに達する。ウラル地方の夏は短く2ヶ月半ほどしか続かず平均気温も接し18度程度にしかならな山の陰にあり風向きが変わりやすい。この地では気象が非常に変わりやすい。冬は 日照時間が短く、5から7月に長くなる。平均気温はさほど上がらないにもかかわらず、内陸性気候ゆえの寒暖の差から、1911年7月に最高気温摂取38.8度を記録している。8月は1936年に摂氏37.2度、6月は1991年に摂氏35.6度、 最近では2012年7月18日に摂氏37.1度を記録した。その一方で最低気温は1978年12月に摂氏46.7度、1979年に1月としての最低気温摂氏43.7度、最近では2006年1月16日に引く摂氏35.2度を記録している。 エカテリンブルクは、ニジニタギルなどと並び州内の産業の中心で、機械工業、金属工業、製鉄や非鉄金属の精電などが行われている。軍需産業と呼ばれる産業に関連する企業が多く、旧ソ連時代も、軍需産業の一大拠点であった。エカテリンブルクの鉄道駅は、ソビエト崩壊後も、スヴェルドロフスクの名で呼ばれていたが、2010年3月30日に、 エカテリンブルク旅客駅に変更された。シベリア鉄道とその支線が交錯する、ウラル、西シベリアの鉄道網の中心である。1990年代の経済の低迷を脱した、あとは、コルツオボ国際空港には、トルコ、フィンランド、ドイツ、オーストリア、チェコ、スペイン、イスラエル、中国、タイ、など、世界各地からの航空便も就航するようになった。 市内交通の手段としては、1991年に、エカテリンブルク地下鉄が開業している。また、主電やトロリーバス、マルシュルート化などが市内を走っている。ロシア科学アカデミーウラル支部、UBRAS のほか数多くの研究施設、AM 合力ウラル国立大学、国立ウラル工科大学、国立ウラル林業大学、国立ウラル教育大学、 国立ウラル工業大学、国立ウラル鉄道大学など16の各種国立大学も揃っており、研究と教育の中心にもなっている。市内には多数の図書館があるが、代表的なものは VG、ベリンスキー科学図書館で、州内最大の公立図書館である。また市内には、エカテリンブルクバレーオペラ劇場、スベルドルフスクミュージカルコメディ劇場、 エカテリンブルクドラマ劇場、エカテリンブルク青少年劇場など多数の劇場があり、多くの劇団や楽団も集まっている。その中にはロシア現代儀曲を代表する劇作家やロシアのコンテンポラリー、ダンスシーンを代表する多数のカンパニーもある。オペラ歌手も多数スベルドロフスク、エカテリンブルクから排出されてきた。ポペラー音楽も盛んで、 ソレンジ大末期より多くのロックバンドがこの街から生まれている。ウラルの鉱告遺物を展示する博物館やウラルから産出される鉱物や宝石を展示する博物館のほか30以上の美術館、博物館が集中している。2016年、市内の HIV 感染者数が判明しているだけでも2700人に達し、市当局が大流行を宣言するに至った。 この感染者数は、エカテリンブルクの人口約150万人の0.18%に相当する。感染原因の半数以上は、麻薬使用時の注射器の使い回しであり、問題は、HIV だけにとどまらず麻薬汚染が深刻化していることにも及ぶ。2018FIFA ワールドカップの開催都市の一つとなり、ロシアサッカープレミアリーグに所属する。 FC ウラルスベルドロフスクオブラストの本拠地、セントラルスタジアムが会場として使わされた。エカテリンブルクはギネスブックの次の項目に掲載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。